あのもう全然超緩い感じでいいんで。よー、ファンクピーレディオ、俺が DJ オアシストファンクピー。そして今月、2016年の2月の24日、今月のゲストは、ここにも一人いる、今月ゲスト、ラッパガリアでイェーイ、ファンクピーレディオ、ファンクピー、ファンクピーレディオ、はい、こんばんは、はい、2月の10じゃなくて2月の24日です、はい、ファンクピーレディオ、はい、渋谷ファミリー&ユーストリーム、はい、これを見てるのは YouTube でみんな見てると思うんだけれども、うんうんうん、やります。で、まあ今月ゲストはなんか、はい、まあ5人ぐらいのメンスで、DJ と DJ 新平、DJ トッシー、キラシュガ、そして俺っていう、まあ、5人でファンクピーレディオをやってて、はい、で、まあ、毎月じゃあ今月は誰々主導であのゲストを決めてなんてやり方してて、はい、で今月はまた俺担当だったので、はい、担当大臣です、はい、あのラッパガリアに今回はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。声をかけさせてもらいました。いや、ファミリー久々だ。本当久々だね。久々だ。山田にとってはいろんな思い出があるんじゃないですか。そうなんだ。いろいろファミリー、あの本当あの最初の頃とかよく全裸でバカンってなんかあの全裸であのソファーさんおっと、はい、あいいね、はい、その時まだ高山君じゃなかったかな。まさこって違う、前の人だったね。クイーンが、あ、クイーンがいた頃のドラッグクイーンのような女性ですけど、ね、はい、間違いない、やり手の女性店長。じゃあもう前に、その後その彼女はあの確かバドミントンでオリンピック目指すとか、へえ、でどうなったんだ、いや、分からないっていう話。へえ、それ何年前、それ覚えてないですね。あ、じゃあもう結構結構な15、6年とか経ってる。15、6年経ってる、うん、ちなみに山田マンは俺とタメだから、イエーイ、俺とタメなんでよろしくってことは、あのトゥーパックとかスヌープとか間違いない、そんな感じです。そう、そういうこと。うちらの親は彼らの親と同時期に盛り上がってたホットな、せっせと、未だにホットだぜね、ちょっと今日風邪気味だもんね。で、映さないでよあのまあね、じゃあその 今月は俺がそのまあラッパガリアでっていうふうにまあ言い出しっぺで、でまあなんかさ、まあ俺たち世代、そのいわゆる若い人たちにとってもオールドスクールと言われる世代で、全然では、オールドスクールってこう、だってさ、90年代なかった。でもなんかどちらかというとミドルスクールぐらいのノリ。そうでしょ。でも今も90年代のさ、初期のものとか若い人たちはオールドスクールって言うっしょ。そうなの、そうなの、時代的に、年代的に言えばそういうことなの。そうだ、だまあ移行してってるってことなんだろうけど、もう90年代なんて俺らにとってはつい最近だけどね。いや、もう本当に、でもさ、未だに着れる感じですよね。ねえ、だよね。そう、だけどやっぱりその若い今20代20代の人たちにしてみたら、やっぱこのオールドスクールと言われるその、まあ、俺も含めもちろんね、その位置にいる人間で、それでやっぱりそのまだまだ日本にヒップホップの土台がまだ小さかったり、まだまだこのでかくなってる途中、こうだんだんでかくなりだしたらちょっと置いてかれてるみたいなそうそう、なるほどね。まあでもさ、それか、まあ、先に行き過ぎちゃってるのかもしれない。いや、多分ね、先に行き過ぎてる、まあ、周回遅れなのか、まあ、まあ、辻褄がこう、だからあの人工衛星、あの木星と地球が近づくみたいな、こうそういうノリでこう、そう、楕円的な、なるほどね、そういうね、なかなかこう、だから角度を間違えるとまたこう着地できないし、なかなか難しいところです。角度が違うと見張れてるわけに全然もう大気圏突入で超えてきちゃう。まあさ、とにかくその
ね、朝方よく燃え尽きてますよ。何あれモンスターボックスとかって言ってたんで、モンスターボックス、ね、気づいたら朝の7時で その日の朝8時からの娘の、2分の1成人式があるっていうのに気づいたらもう7時になってた。ああ急いで焦っていったら酒臭いね、みんなに言われてもうダメな、ダメな、ね、それでリコーダーで目頭がジーンと合唱でも大泣き何しに来たのって言われて酒臭いよ、泣くよ、泣くよばっかりだわ。まあいいね、でもいいじゃん、楽しそうだね。もう10歳、ちょっと角度間違えちゃったかもしれないもう10歳。そうさっきも9ちょっと話した9、4歳と1歳ね、すっかりお父さんだからね。だからなんていうの、その俺としては今回そのラッパガリアにゲストをお願いしたのはやっぱそのまあ俺が一緒にその DJ をしてるやつらも2人ぐらいは20代だし、やっぱ遊びに来る人だったりユーストで見る人ももちろん昔からラッパガリアをしてる人もいるけど全然そうじゃない若い世代もいて、なんか結局俺が結局っていうか俺が何かをこう、まあ、できるのであればやっぱそういう、まあ、いわゆるこうレジェンドというか昔本当にこう何もなかったところ大きくなりだしたところにで切磋琢磨して今のヒップホップの土台を作り上げた世代の人たち、基礎工事、そうそう手抜き工事はしてないですよ手抜き工事ちゃんと食い打ちもちゃんとしっかりゴリゴリ、ゴリゴリだもんね。ちゃんと手抜き工事はしませんでした。だからね、そういうさ、世代の若い世代に俺たちが一番こう、なんていうの、本当に切磋琢磨してた時、本当本気でやってた人たちのなんかこうライブを見てもらいたいななんて思って、うん、でも本当はなんかこう好きになった瞬間からずっとそうなわけで、間違いない。だからこう、なんていうの、もうなんかそれこそ NWA がもう流行ってた時からもう、うんうん、うわやべえっつってこう、うん、なんだこのファッション、何この、ね、この黒人のあの眉毛は10時10分だけどこの人はなんていうの、アイスキューブ、何？と思ってそれでまたそのこのなんかアイスティーとか何みたいな、飲み物かホットティーじゃないのかアイスティーなのかそんな感じですね。だからなんていうの、まあだからそれからずっと同じずっと掘り下げて、先日もあのバイス TV、バイスジャパン、バイスジャパン、あれ見てたらシラク、シャイラクっていうか、シャラクっていうのかシラクっていうのか、あの連中またやばいね。そう俺今までトラップっていうのかと思ったら、あのドリルミュージックっていうんですよ、また言い方が新しい、言い方が。まあチェックはしてます、うん、ね。だからなんていうのかな、あそこがドリルミュージック、とにかくその何、まあヒップホップってものはさ、常にその自分探しだったり、その自分がどうこう、なんか自分ってものをどういうふうに出していくかっていうのは、これは何か関係ない、これ多分大丈夫です、無理やりやっちゃいました、うん、はい、まあ自分探しだったりする、うん、そういう常に追求するのがヒップホップだと思うから、うん、だからその意識は何も変わってないっていうか、まあ、追求心みたいな、もう何度もやめようと思って、はいはいはい、はい、まあ俺もねやっぱ音楽離れようかなって思ったけど、なんかまたビート聴いちゃった。そうそうだ、だから俺もさやっぱ一回音楽離れてた時あるけど、なんだかんだそのもうやっぱり忘れられなかったし、離れるってこと無理だったっていう、結局やめようと思ったものじゃなくて、なんか全部なくなっちゃった時に音楽だけが残ってて、わかるわかる、かそういうこと、そういうこと、なんかやっぱ音楽だけだな、泣きながらレコードにまたちょっとこすったらノリノリになってきちゃう、やっぱこれだな、これだぞそう泣きにでクシュでも一番それがね、あの自分のタイミングだからね、うん、うん、まあなんかそんなね、もうみんな40超えた、超えてます、みんな40オーバーのこの4人組ってことなんですが、去年ラッパガリアはモアファイヤー、
あれって年末、年末ぐらい。あれは年末ぐらいか。あれって何、独自のサイトで売っただけ？いや、売ってない。いや、売ってないのか。あ、フリーダウンロードだっただけか。何をちまよったか、フリーダウンロードでいいから。今思えば売っときゃよかったな。なんだから何何何やってリーダウンロードとかやっちゃってる。今からでも入れとけばいいじゃん。まあまあ、うん、全然いいと思うよ。フリーダウンロードまだやってる。フリーダウンロードやってるかもしれないんで。あ、じゃあだったら今のうちかもしれない。ちょっとモアバイヤー一回こう生産して。で、あれはこうどう、そのもう本当に新曲っていうのは結構久々だったのか。意外でした。すぐ数年ぶり。うん、どういう感じだった。どう、その元々じゃあやっぱちょっと一曲というかちょこっと曲出そうかみたいな。うん、そろそろやろうか。そろそろやろうか。うん、で毎月出していくか。はい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 。一個出して止まっちゃってる。まあまあまあ。ありがちだ。まあ、ありがちだ、うん。別にサボってるわけじゃないんだけど。間違いない。なんか止まっちゃってます。あのそんなね。角度どころか止まっちゃってる。まあ、中途半端な納得しないものを出すんだったら遅らすっていうその、このずるい変なもんをこう無理やりこう詰め込んでなんかこう、そう全然そう。だヒップホップの人たちでも変なもんしかなかなかできなかったですヒップホップの人たちはさ、もう何かしらにそういうちょっといいもの作るから発売延期させてよみたいなのがすごい結構得意だったりする人いっぱいいるから、まあそのね、とにかく納得できないものはそんないついつまでだからって出せるわけでもないっていうのは、まあアーティストだからね、そこら辺は妥協しない。どう、あれを出してフリーダウンロードしてみてどうでしたか。 3人的にあの反応。まあライブがちょろっと増えたかな。ライブは？ライブがちょろっと。最近もライブやってる。もっと増えたいかなっていう。それはまたモンスターボックスとかではなくの話で。いや、なんか普通に。あ、普通に。モンスターボックス基本的に山田が。もう20年前ぐらいから、大体この1月、2月、3月ですけど、営業が少なくて。ああ、はいはい。この時期にこうまた制作をこうしときたいんだけど、はい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 、ね、モンスターボックスはガリアでゲストとかないんだじゃん。いや、ガリアでゲスト時もありますし、レギュラーで山田だけだよね、うん、そうだから俺も最近さ、自分が個人でフラッと遊びに行くクラブで一番その回数が多いクラブが別途になっちゃってて、ね、それなんだけれどもまだ俺モンスターボックスって一度も行ったことない。いやもうぜひ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 。あのキラシュアとはね、キラシュアとはあれなんでキラシュアとはいろいろなんかつるんだりしててるわけで。じゃあ来月あたり、うん、おばさんゲストでいや全然それを言ってくれる。むしろおばさんもレギュラーになっちゃうなんだかんだでなしでは全然ないんだけど、もうとにかく序目にいつもお世話になってますっていうことだけは間違いないです。ということで、ノブドイキックの9万ビートは間違いない。あのエフェクトを対応する彼のあのスタイル。ベッドはもちろん池袋ベッドです。よろしくどうぞ。そう、ここは今日これ撮影させてもらっているところが、新宿歌舞伎町の歌舞伎ラウンジっていうところで、でさっき言ってた Q が今後こうやっていこうとしているイベントもこの新宿だし、ここの歌舞伎ラウンジで言えば俺が毎月第1日曜日はユーザーロックと DJ ヤスとネオっていうイベントをやってて、ここにいるトシ君も、はい、隔月の第3の日曜日なんですけど、テンポっていう、まあ、レゲエのセレクターの人たちと一緒に、まあ、割といい音楽はオールジャンルな感じで、うん、やってます。間違いない。ぜひ、まあ、6時から真夜中ぐらいまでのイベントなんで、
新宿に買い物来た人たちとかでも遊び来つつ電車でも帰れるぐらいの時間帯のイベントってことだね。そうね。だけれども一番大切なのはもちろん忘れちゃいけない2月24日渋谷ファミリー、この3人ラッパガリアがっちりライブもやってもらいます。そしてあの2人が詩で覚えてくれ、おいよ。そしてトシ君にもね軽く DJ をやってもらう形でやろうと思いますですかね。まあなんかなんですかね、ちょっと最後になんとなく聞いてもいいですか。まあ俺たち世代ということで、はい、このヒップホップやっていくことでなんか自分たちが未だにこうさ俺たち世代の人間やってるっていうことを自分たちの中ではどういう考えでやってる、やっぱりそれはなんかこのやっぱり使命感みたいな。いや、なんか今までこう理由とかいろいろ探してたんだけど、やっぱ一生一度でこうなんか自分にしかできないこと、こう裸一貫でこう自分にしかこうできないことをまあやりたいかな。それでそれをやるためにはやっぱ練習もしないと人前に。ね、おじさんが立つわけだから、若い子の勢いに任せたのとは違うから、うん、そうだね、そうだね、だからそう、だから俺らの年齢になってどういうことができる、葛飾北斎とか、なんかそんなような、あとクラシックギターだったらセコビアとか、うん、もう晩年になろうが、サンタナだったり、何も変わらずこう、もうなんか追求し続けるだけなのかな。なるほど。今ちょっとカメラトラブルでいろいろ撮れてなかった部分があったという間にトシ君がいなくなってるということなんですが、はいはい、やつはスピンしに、やつは、うん、仕事しにね、某所でスピン、はい、間違いない。そうでさ、なんかちょっと途切れてしまったんでもう一回なんとなく最後に言いますが、とにかく俺ら世代のやつらが今これヒップホップをやってるっていうことが、うんうん、そのやっぱ大好きでしょうがないやつらが残ってるっていうことだと思うので、うんうんうん、今若い人たち20代、うん、10代の人たちは、うん、まあ将来のことにいろいろ不安のがあったりわからないこともいっぱいあると思うんだけれども、やっぱこう好きなことを死ぬほどやってる、まあ、俺たちだったらヒップホップをずっと、なんだったらそのライブ後に悩み相談でも、おい、なんだったらライブ前でも、なんだったらユーストリームのチャットで悩み受け付けますみたいな、そういうのでもいいし、なんだったらライブ中でもいいですよ。本当迷ってんだったら、迷ってんだったらね、今だったら勇気を振り絞って聞けるっていうのがその間違いない、うん、そう遠慮なく質問でも何でも、ね、ぶつけてほしいんで、そうそう、とにかく、うん、でもやっぱ直接ぶつけてほしいかな。なるほど、うん、じゃあぜひともこれ来て、うん、ライブ中でいいから言ってくれと、うんうん、そういうノリだよ、ラッパガリア。やっぱそれだけこっちもただでさえこう音楽が売れないという時代、お客さんを呼ぶのにやっぱ必死なんで、それでやっぱ来てもらったからにはすっげえ嬉しいし、うんうん、全力でね、おもてなししますんで、そう、間違いない、そういうことだね。まあさ、そのとにかく俺らみたいな40オーバーのまだヒップホップをやってる人たちを姿を見て、ライブを見て、この話してることを聞いたりして、なんか、自分たち若いやつらまだまだいけんなと、別に途中で何かね、仕事をしなきゃいけないタイミングとか出てくると思うけど、でもまあそれの後にだってまだこう好きなことをやるチャンスあるんだっていうのは、やっぱ俺も含めてラッパガリアとかを見てるとすごくそれはね、実証してると思ってるから。それなんかユーストリームとか見て同じぐらいの世代とか、うん、もちろんもっと先輩とか、うん、あ、またあ、まあはい、最後大丈夫だから、もう本当、うん、もっといろんな世代、もっと広く多くみんな楽しんでるから、こういう機会あって、だから逆にもう家、もう10代じゃなくて60代70代で家で
もう暇だとかそういう人も全然来てもらっちゃって、ねね、全然ありだよ。そんな感じですよ、はい、ラップを教えますんで間違いない。お父さんお母さんよろしくお願いします。はい、そんな感じでちょっとね、あの時間なんかこうちょん切った形になりましたが、今月2016年2月24日二人が死の日は渋谷ファミリー、そしてユーストリームでラップがありや、あと DJ 投資は今頃せっせと仕事に励んでます。励んでます。フェーダーいじってます。なのでぜひよろしくどうぞ。ラップがありや、うん、ファンクピーレディオ2月24日ピース。